こんにちは、エヴァツタケシです。今回は、見た目を好きになっても、見た目なんてすぐに変わっちゃうよ、というテーマでお話ししていきたいと思います。恋人を見つけるために、重要だけど、あまり意識されていないことがあります。それは、自分はどんな人を好きなのか、ということをはっきりとさせることです。恋人が欲しいけど、なかなかできない、と悩んでいる人に、 じゃあどういう人と付き合いたいんですかと聞くと、自分のタイプをはっきりと言える人はあまりいません。大抵の人は、いい人とか、優しい人とか、怒らない人、などといった曖昧なことを言います。しかし、自分はどういう人が好きなのか、ということをはっきりと認識しておかなければ、この人だ、という理想の人に出会うことはありません。探し物をしているのに、何を探しているのかがわからなければ、絶対に見つからないのと同じことです。 ということで、まずは自分がどういう人と付き合いたいのかと考えることから始めた方がいいと思います。そして一生のパートナーを見つけたければ、今の自分に合う人ということだけを基準にして考えるのではなく、10年後、20年後になっても一緒にいたいと思えるのはどんな人なのかということも考えてみた方がいいと思います。周りに褒められたいとか自慢したいという理由で、 見た目がいい人とか、お金持ちの人を選んだとしても、良い関係が長続きするとは限りません。最初は良かったけど、時が経つにつれて不満が溜まっていくということはよくあります。付き合ってから長い時間が経つと、あなたの相手を見る目も変わってくるということを忘れてはいけません。長い間、幸せな結婚生活を続けている夫婦を見ると、初めはあまりタイプじゃなかったけど、 付き合っているうちにだんだんと相手の良さが分かるようになってきたという人も多くいます。つまり今あなたがこの人はタイプではないと思っている人がもしかしたら理想のパートナーになる可能性があるということです。なので自分の心の声にしっかりと耳を傾けて本当はどんな人が好きなのかということを探り出していってほしいと思います。他人にどう思われるかを気にするのではなく 自分が本当に好きだと思える人と付き合っていきましょう。今回もご視聴していただきありがとうございます。もしこのチャンネルが役に立つと思ったら、いろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。では素敵な一日を送っていきましょう。